ゲイリー・ラフヘッドは、アメリカ海軍の軍人、大将、第29代アメリカ海軍作戦部長。2009年7月3日、防衛大臣、浜田誠一とバリー法事軍学校卒業後、1969年に、海軍兵学校入学。1973年6月に卒業し、海軍に入隊する。下級士官であった頃には、CG-27 女性ファス。 ダニエルズ、PGM-92 タコマ、DD-987 オバノン、DD-963 スプルーアンスなどに乗り組勤務した。その後、大西洋艦隊や海軍兵学校での勤務を呼び、海軍長官付補佐官などを経て、CG-73 ポートロイヤルと DDG-52 バリーの指揮を取る。ペルシャ湾と地中海海域に展開する。 CVN-73 ジョージ・ワシントン空母、打撃軍司令官に就任。2007年3月19日に、艦隊総軍司令官に就任。同年7月27日に、次期海軍作戦部長に指名され、9月29日に、同職に就任した。2011年9月23日に退役。2007年10月12日、 ラテンアメリカやカリブ海諸国への4ヶ月にわたる人道支援任務から帰還し、大西洋上で停泊中の病院船、コンフォートの環状で乗組員たちにスピーチをする、ラフヘッド、ありがとうございます。